最近甘酒がマイブームでしてね、普通に近所のスーパーで買えるやつでどういうふうに感じが違うのかということをね、お届けいたします。これ国菊甘酒です。これだけ瓶ですね、行数でだいたい600円ぐらいです。で、この麹だけで作った甘酒、これ八海さんですね、酒屋さんですわ。でこれが一番高い800円でございます。で、これがですね、味噌の丸米ですね。これ、もう一個、もっと濃いやつが多分あると思うんですけども、それが手に入りませんでしたので、まあ、このレギュラーサイズの、レギュラーサイズとか、ラギュラーな中身のものでお届けをいたします。これが、500円弱ですね。で、こっちとこっちはエバーグリーンで売ってました。これとこれね。エバーグリーンで売ってて、こっちは万代でも売ってましたね。で、これも万代で売ってたんだけど、多分もうこれ欠番にしようと思ってるんでしょうね。もう最後売り切りで360円とか70円とかそれぐらいでやってました。メロディアンです。持ちは多分ね、これが一番持つんじゃないかな。21年2月1日になって。あとのやつは、これ冷蔵のとこに置いてました。これはこれちゃうか。この2つはね、冷蔵に置いてたんだけど、これはね、もうずっとそのまんま、ロングライフで置いとけるというようなやつですね。で、これ順番に並べてるんですけど、これ見てもらうとわかるように、米粒が非常に残ってます。ここね、瓶見てもらうとわかるんだけど。で、米粒がない、ような順番になってるんです。これも多少残ってますね。もう粉になったらないです。丸米は。もうほぼないです。でこれ完全にないです。メロディアンね。で、味の比べをちょっとしてみますね。どれもこれもね、甘いんですけどね。こっちがね、やっぱりこれ、酒蔵が作っただけあってね、甘みはあるんだけど、中身が非常に濃いですね。この中で、米麹というふうに歌ってる中で、メロディアンはまずないですね。はい。で、あとは好みなんですけど、私あんまりね、これブツブツが残るのってね、あんまり口触りがよろしくないので好きじゃないんですけど、甘酒を飲んでるなという気持ちにはなります。これも多分ね、酒蔵じゃなかったかな、酒屋やったんかな、これも酒屋じゃないんか、製造者って書いてあるけど酒屋じゃないんかもわかんないですけどね。国菊ってでもね、なんか酒屋っぽいんですけども、そないして考えたら、こう甘酒の飲んでるっていう感じは非常にやっぱり800円だけあってありますね。甘さがね、違うんですよ。さが、これのもう一個のプラスやったかな、それになったらですね、こんな、すっきりというか、薄い感じではないとは思うんですけどもね。この中であれば、やっぱり濃さを考えれば、やっぱりさすがに800円出しただけあるなと思いますね。これが一番濃いです。で、要は、飲む点滴とかいうふうにね、言われて、これ、麹甘酒なんで並べてるかって言ったら、酒粕の甘酒もあるんですよ。酒粕の方が安いんだけど、酒粕よりもこの麹の方がね、発酵食品ということでね、私も小泉武夫さんのね、本の影響を受けておりますから、発酵大好きなんですけども、そういう中で言えば、発酵してんのは、麹で作った麹甘酒やということなんですけどもね、一般的にでも手に入りやすいのはやっぱこれなんかな。丸米がね、一番出回ってますからね。で、まあまあ100円ぐらい、100円ちゃうわけですよ。100円ちゃうんやったら、まあこっちの方が中身の他の濃いさというのはね、ありますわ。だから、
この3つで決めるんであれば、まあ値段の順番になりますけど、800円で600円で500円という形になりますね。でガバ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 飲むもんじゃないらしいんですけど、それでもね、行ってやっぱりこれ1リッターやったら3日から4日でなくなるんじゃないですかね。それを考えたらなかなかこの800円はね、毎回毎回この800円を買うのはちょっとハードル高いなとは思うんですけども、まあ、行数でこの600円のこの国菊を買って、このブツブツ感を、ね、まさに甘酒を飲んでるという気分を味わうのが、まあまあこれ真ん中取るんやったら小畜梅ということやったら、やっぱりこれ真ん中600円のやつが甘酒飲んでる気分にはなりますね。ガツンじゃないですよ、ガツンとはきませんけども、それでもやっぱ甘酒感はありますね。こっちはね、ほんまね、これあの、まあ、メロディアンとは比べ物にはならんのですけど、やはりちょっと薄いような気がねしますね。こう飲み比べてるから余計にわかるんだけども、値段を考えればこれもまあ捨てがたいかなというところですね。800円、2、3日で800円ですけども、これが、でも物としてはこれが一番いいような気がいたします。